前回の缶詰では海上自衛隊立山航空基地にお邪魔して SH-60K というヘリコプターをご紹介しました。搭乗員の視点での映像やオートローテーションなどなど非常に迫力のある映像でしたよね。さて今回は航空機と艦艇の両方をご覧いただきます。どうぞお楽しみください。皆さんおはこんばんにちは。前回に引き続きヘリコプターの動画をご紹介します。題してヘリコプターで発着艦やってみた。さあこの大波、高い波の間で揺られているのは護衛艦マキナミです。この激しい揺れの中、ヘリコプターのパイロットは無事に発着艦を成功させることができるのか。皆さんパイロットの凄技にぜひご注目ください。ヘリコプターが離発着するのは広い海の上の小さな艦艇の飛行甲板。風や波の影響を受け絶えず揺れ動き続ける艦艇での離発着は非常に高い技術が必要です。パイロットだけではなく管制官や整備員との息の合った連携があって初めて安全が確保されます。野内地、見ている皆さんきっとこれのことが何だかわからないのでご紹介をお願いします。わかりました。こちらはラピッドセキュアリングデバイス、通称ベアトラップといって、航空機を船に拘束するための装置です。この真ん中にある穴については、縦が1メートル、横が90センチと、この中に航空機から伸びる高速用の支柱をこの中に収めるように飛行します。それでは発着艦訓練に行ってきます。整備員に誘導され、いざ機内に向かいます。大きな船が激しく上下に揺れています。さあそれではいよいよ発艦です。発艦が許可されたら飛行甲板が水平であることを確認して、船が傾かないうちに速やかに上昇します。オールクリア。はい、よろしくお願いします。上昇したヘリコプターは常に船を視界内に保ちつつ、徐々に高度を取りながらファイナルポジションに移動します。左後方に徐々に高度を上げながら移動します。ホバリングで高度が安定し、船との安全な距離を確認したら機首を左側に振り、上昇経路を飛行します。さあ無事に護衛艦マキナミを発艦いたしました。これから上昇経路を飛行し、再びマキナミに着艦します。護衛艦の飛行甲板は大変小さく、着艦するためには非常に高度な技術を必要とするので、パイロットは常に訓練を繰り返して、体に徹底的に着艦の感覚を覚えさせ、それを維持する必要があるんです。さあ、いよいよ着艦する護衛艦に近づいてまいります。あの船の後方の飛行甲板に今から着艦するんです。今画面にはマキナミの飛行甲板を捉えました。そしてここがパイロットの腕の見せ所。パイロットは慎重に高度距離を確認しながらゆっくりと接近していきます。飛行甲板で待機する整備員です。パイロットは船の動揺の状況や周期を確認します。徐々に近づいていきます。今飛行甲板の真上に来ました。慎重にホバリングを行いながら高度を下げていきます。近くで見るとすごい波、風に煽られて左右に機体が揺れています。
発着艦はまさに神業とパイロットの方はおっしゃっていました。この動揺の中、パイロットは見事飛行甲板に降りることができるのでしょうか。強い風、高い波、慎重な動作が求められます。機体も揺れる、船も揺れております。どんな状況の中でも冷静に慎重に降りるタイミングを判断しなければなりません。ぜひお楽しみに。チャンネル登録もようさらー。